人暮らしだった義母が昨年急死した。その空き家になってた義実家、飛行機の距離、に、義兄嫁、以下お姉さんと表記、と、一緒に整理しに行った。夫と義兄は仕事があるし、自分たちだと思い出に浸ってしまって進みそうにないから、お前たちの判断で好きにしていいって言われて。そうは言われても、あれこれもらって帰っても、私たちも、そんなに広い家に住んでるわけでもないし、持って帰れる程度のものを、家族の人数分いくつか選んで、あとは業者さんに買い取ってもらえるものは買い取ってもらってって感じかなって、お姉さんと話しながら向かった。で、義実家について、お姉さんと一緒に、ざっと一回りしていたら、隣に住んでる奥さん、50代ぐらい、がやってきた。窓が開いてたから、誰か来てるのかと思って覗いてみたんだけど、と言って。生前仲良くしてもらってたようだったから、とりあえずお礼を言って、2から3日整理のためにバタバタしますけどすみませんって言ったら、整理って全部処分しちゃうの？だったら片見分けもらってもいいかなって言われて、ああ、それもいいかもと思って OK した。そしたら、あっという間に買って知ったる感じでスタスタ上がり込んで、まっすぐリビングに行って、サイドボードの引き出しを開けたのにはびっくりした。しかも、いくつかある引き出しを迷うことなく開けて、マイセンのメガネケースを、これもらっていいかな？って、義母が亡くなった親友からプレゼントされたものだと見せてもらったことがあったが、かなりお高いものだと聞いてたので、今ググったら20万ぐらい。それはちょっと、と断ったら、今度は、まっすぐ、電話台の下の観音開きの棚を開けて、未開封のデジタルフォトフレームを出して、じゃあこれいい？だって、いやそれもちょっと、と断った。っていうか、片見分けって、普通こちら側が選んで、よかったらもらってくださいってもんだと思ってた。そのつもりで、私たちが選んだものを後ほどお持ちします。のつもりの OK だったけど、あまりの素早い行動にあっけに取られているうちに、じゃあどれなら持ってっていいの？とか切れられて、やっと、いや、こちらで選んでお持ちしますって言って帰ってもらった。あれだけ、場所を、ピンポイントで頭に入れてるってことは、何度か部屋に通す程度には付き合いがあったんだろうけど、果たしていい付き合いだったのかどうか。あの行動からするとそうは思えないよね、狙ってたよねって、お姉さんと話し合いながら整理して、結局、箱に入ったままの、エミリオプッチのスカーフがあったから帰る直前に、それを持って行ったら、あからさまにがっかりされたわら。世の中には、こんなすれたいな人がいるんだと、本当に驚いた。帰宅後、こんな人が隣にいてねって、夫に話したら、ああ、隣に、クソの厚かましいババアがいるって言ってたわって言われて、まさに、クソの厚かましいって言葉がぴったりだったなぁと、なんか笑った。あんなのが隣に住んでる家を近々売るんだが、次に入ってくる人が気の毒だ。